さてさて、今度は 2B を助けに行くか。助けてもらったからな。申請、サーバー管理室の利用。申請の許可を確認。この部屋の装置を使用することが可能。2B のブラックボックス信号健在。通常通信は不調。向こうに直接侵入して操作するしかない。レベルなんぼだ。一緒ちゃうの。レベル4だった。しまった。
ソ連が戦闘始まってるからか。この機体操作しづらいな。できんのか。動かしづらいわ。停止したロボットの残骸、まだいくつかは使えそうだな。念のためここの座標をバンカーに送っておこう。普通に歩けるようになったな。ロボットの残骸、
レーターをハッキングで起動させれば。よし、最初のゲート解除。 2B、 そのまま、まっすぐ進んでください。了解。第2ゲート解除。ゲートのロックを解除しました。先に進んでください。わかった。までのルート確保完了です。ありがとう。報告、 2B が大型の機械生命体と交戦中。大型機械生命体は工場施設より電力供給を受けていることを確認。推奨、工場施設のメインフレームに侵入し電力停止を敢行。ナイエス、今遭遇してる大型機械生命体が。大丈夫です、モニターしてました。工場の電力を落とします。工場システム掌握 20%。 レレレ、 2B、 なんとか耐え抜いてください。これ確かにリセットされてないんだよな。あとこのコアさえなんとかすれば。ただな。まあ、もともとシューティングゲーム全然寄せんのやけど。キャー、厳しいパーセント。92、95、98。電源供給を停止させました。 2B、 終わった。スタイリッシュ。あまたの戦いと冒険を経て、預言者は言う。ああ、大地の慈悲を。ああ、天上の喜びを。鉄のくびきから解き放たれ、私たちの魂は救済されるだろう。永遠に、永遠に。昔の人が宗教にはまるのまだわからんでもないけど。今のは月面サーバーで聞いた言葉。どうして。この現代科学がこれだけ発達した時に。ああ、そうか、わかった。まだ宗教に頼るかねえという感じだけど。 9S、 なんかもう科学なんか。すまないが、司令部まで来てくれ。どうでもええんかな。了解しました。
くまでも楽。君がメインサーバーにアクセスしていた痕跡が残っていた。そのことで聞きたいことがあります、司令官。ヨルハ計画の中に月面人類会議の設立記録がありました。これじゃ順番が逆です。まるで僕たちヨルハ部隊が人類会議を作ったかのような。その通りだ。月面の人類会議サーバーは我々が設置した。じゃあ人類はもういない。正確に言えば人類は月には行っていない。そこから偽装だったというな。月からの通信はプログラムで用意されたダミーに過ぎない。月に残っているのはわずかな人類の遺伝子情報だけだ。なんでそんなことを。異星人が襲来した時にはすでに人類は滅亡してしまっていた。すでにっていうのがな。このチップに全ての記録を保存してある。何年嘘ついてきたんだ。興味があるなら見てみればいい。何百年か。どうしてこれを僕に。理由なく戦える者などいない。我々には命を捧げるに値する神が必要なのだ。もっと自分たちのために戦ってもええんちゃうかな。自分で決めるんだな、これからどうするか。アンドロイドに栄光あれでもええんちゃうかと思うんだけど。生まれたんだからな。どうして死んだんだ、ひーちゃん。どうしてなんだよ。イブって最後まで服着てなかったっけ。すべえ、すべえ、殺してやる。人類がもういない。トゥービーに何て言えば。もうやっぱりあの水没都市でマシンに乗った後はメインストーリー一直線なんだな。戦闘配置行かなきゃ。司令医 9S に出撃命令。レジスタンス。もうこれからエンディングまで一気にだもんな。詳細状況。廃墟都市エリア全体に暴走した機械生命体が大量に出現。そんな、敵は弱体化したはずじゃ。原因は不明。大型兵器も確認されているため速やかな対処が望まれる。司令部連絡。警戒レベルが4に上昇しました。繰り返します。警戒レベルが4に上昇しました。メンテナンス中の機体は速やかに再起動状態に移行してください。謎の少女。少女かどうかすらもわからんかったな。謎の女ぐらい。トゥビー大丈夫。電波障害のため通信不可能。急がなきゃ。
また飛行隊と戦った後はこう切ったんだ。大型兵器の反応を確認。トゥービーは付近に機体トゥービーのブラックボックス感知交戦中と予測。攻めてたナインズがこんなに強引な戦いになって命中してよかった。俺は全部破壊してやる。こっから行く一回パスカルの村方面行くんやっけ。トゥビ、大丈夫？大丈夫。この化け物を倒す。わかった。まだ出てくるの？こんな風どうすれば。トゥービーさん聞こえますか？トゥービーさん、私たちの村が。パスカル聞こえる？クソ、
ている機械生命体が全部暴走したらしく、村の私たちの武装では、まずこいつを排除する。何があったんだ？ネットワークに接続されている全ての機械生命体が一斉に暴走したんです。おそらく全体を統括しているユニットが暴走したかと。あのイブって機械生命体だ。その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。おそらくポット、イブの位置を特定できる。報告、位置はすでに特定、地図にポイント完了。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってて。お気をつけて。着いたよ。ああ、来たのか。お前たちも思うだろう。こんな世界、中二病的カーパン入ってるな。危ねえ危ねえ、中学生なら勝ってるところだぜ。兄ちゃんだけが全部消えてなくなる。どうせ兄ちゃんを殺すさ。ちょっとハッキングしてみる。俺は
クサイからハッキングしようか。あら、これできたか。膨大なエネルギー反応を確認。いや、これ回復するんちゃうか。ここでハッキングしてもやっぱりな。エネルギー供給と推測。ネットワーク経由で周りの奴らのエネルギーを吸ってるのか。このままじゃ拉致が開かない。イブにハッキングして停止させてみる。トゥビー援護して。了解。これでいいか。暴撃まあこう破っていかなあかんの。なんかいけるようになった。俺はいいじゃん。いいじゃん。どうして。他の何もいらなかった。逃げるわけにはいかない。俺にとっては兄ちゃんだけが、兄ちゃんといることだけが生きてる意味だった。警告、ヨイハキ隊ナインエスの自我データの汚染を検知、推奨早急な退避と治療。あと少し。イブの持つオブジェクトコントロール機能を奪えれば。ねえ兄ちゃん、僕戦うことは嫌いじゃないよ。だけど兄ちゃんが傷つくのは嫌だよ。兄ちゃんがいなくなるのはもっと嫌だ。だから二人でどこか静かな場所に。兄ちゃん。イブはイブで悲しいな。イブは世界生命体のネットワークはやっぱりエイリアンが構築したんかな。真っ黒だな。ここからはハッキングも、あ、できた。
間も近接戦闘が不可能。意味がないんだよ。これハッキングもできんなとか。やるのがイブのためでもあるな。これで全部しちゃった。これは 9S 視点になっても一緒？イブのネットワーク分離時に物理汚染されちゃったみたい。あ、でもけどあれか。そんな大丈夫。視点はちゃんと 9S 視点か。巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ。今の君は戻ってこない。そうだね。汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないから。ナインエス。少女来た。残ってるのか。
データ信号共鳴し合って。緑目嫌い、綺麗だけどこんなにおったんかっていう。アンドロイドが取り戻すのなかなか難しいよな。ちょっと待って、トゥービー。君は。僕、パーソナルデータを機械生命体側に残していたみたいで、なんか気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻れた。ナインエス、よかった。うん、こうやってアダムとイブをめぐる最後の戦いは終わった。この戦いは戦局に大きな影響をもたらすだろう。僕と 2B の戦いもこの後まだしばらく続くんだけど、それはまた別の話。日本語バージョンエンディングきた。 B、この歌もというかこの歌きっかけでまたやり始めてるんだけど、石川由依さんの 2B の声優さんのやつが YouTube に流れてきたんやと思うけど、これも飛ばしましょうかねと。指定されたアイテムを回収。あ、逆回りしてもったな。ドラッグを渡すんじゃない。トゥビー、なんでもない、気をつけて。予定されていた準備行動を完了。最終確認、自室に配備された装備。この装備が全然可愛くないんだよな。あれ、メール見れんのか。あっからしか見れんかったっけ。